に受付の時にですね、封筒をお渡ししたんですけれども、その中に赤と青の 3D のメガネが、ね、入っているのだと思うんですが、こちらの方をご用意いただきたいと思います。どうぞ、赤と青の 3D メガネをご用意ください。さあ、では今回の作品をご紹介ください。今回はですね、昨年のグランプリ、昨年は一昨年のグランプリが賞レーサーとして、インドネシアからやってきたんですが、今年はですね、日本の、グランプリの、フライトグラフという、アーティストだったんですが、彼の作品、タイトルはですね、The Ghost House。ちょっと彼はですね、人を驚かすのが好きな人間でして、和というテーマで、そっちの和で、行きたいということでした。でですね、この 3D メガネ、アナグリフという技術を、使うんですが、このハンコが皆さん押してあると思うんですけど、このハンコがアンコを外側になるように投げてください。右側に、青い、で左側が赤い色になります。でこの状態にして、皆さんメガネを、かけてみてください。きっとおしゃれだと思います。はい、こんな感じですね。で、これで、この作品に限りこのメガネをかけて、見ていただきます。でこのですね、この立体視、こういうメガネをかけて、まあ、映画館などではね、よくやることもあるんですが、こういうプロジェクションに、小さいものとか屋内ではあるんですけど、建物にメガネを使ったプロジェクションが多いと日本初です。海外ではですね、見たことあってすごい面白いなと思ってたんですが、日本でなんと寿司で初公開をやってしまおうと、いうことですので、皆さん、じっくり堪能していただけたらと思います。ではよろしくお願いします。
ありがとうございます。ですね、調整が、昨日から始めたばかりですね。実は今の話したのが初めてなんですね。で、実際はですね、今のにこう音が加わり、さらにこう迫力満点な、ショーになると思いますので、ぜひですね、明日本物を、また来ていただきたいなと思います。はい、そうです。ぜひそちらもご覧いただきたいと思います。この作品は、おととしグランプリを獲得したフライトグラフスの作品になるということですね。はい、わかりました。さて、以上で本日のプレビューは終了させていただきます。明日からのイベントをぜひお楽しみいただきたいと思います。さあ、それでは、先ほどの会場で引き続きまして、懇親会の部を開催させていただきます。たびたびのご移動申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。先ほどのさざ波ホールの方にお移りください。お願いいたします。ありがとうございました。